冒険者の異世界生活に気ままな異世界教師ライフ、星に。VRMORPG のトッププレイヤーだったアラフォーのおじさんがなんやかにあって異世界ファンタジーの世界にゲームのキャラクターの能力を引き継いで転生する。そこでサクッと貴族のメインチョロインを助けてその貴族に関わりを持ちながら俺つえいをする感じの漫画。VRMMO の世界とその世界はほぼ全くシステムが同じなので、そこからその魔法が使えないチョロインの魔法の家庭教師を始めるという光源氏漫画。ほとんどの人族はプログラムとか知らないから AI 使ってやれば何でもできるっしょとか思っているけど、全くもって AI は万能じゃないし AI 使ったら無限にアイテムを増やせるとかモンスターがまるでリアルの世界のようにぬるぬる動くなんてことはないのぜ。N 年かかってもそんなことほぼ無理なのぜ。これはこの手のナロー系を読むたびにマリサが突っ込む部分です。この漫画を攻撃しているわけではありません。割とよくできているというか、行き当たりばったりでシナリオ書くタイプの作者がなんとなくこいついいやつにしたいなってことで、洗脳されていました。テヘペロみたいな感じでしれっと持っていく強引さというかそれをさらっと流せる感じのシナリオ力がなかなかごいすー。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。